皆さんこんにちは。本日も見える旅チャンネルへようこそ。本日は引き続き北陸本線特集やってまいりたいと思います。本日ご紹介するのはこちらの鯖江駅です。それでは本日も見える旅チャンネルスタートです。鯖江駅、駅構造は2面3線構造で、こちらの真ん中の線路が対比線となっています国鉄型配線となっております。停車列車は特急白鷺号の全列車と特急サンダーバード号の一部の列車が停車いたします。この鯖江駅があります福井県鯖江市はメガネの街として非常に有名で知られております。今日の生活においてこのメガネを必要とされている方は非常に多いと思います。私もその一人でして、このメガネの街鯖江、そしてこのメガネのマークというのは非常にインパクトがあります。改札出まして、こちらが電光掲示板、特急白鷺53号金沢行き、そして反対は特急白鷺8号名古屋行きと特急センデバー22号の大阪行き、この文字が見れるの本当に残り1ヶ月です。こちらが駅前で、このオレンジの文字で鯖江駅、非常にインパクトがあっていいですね。そしてセブンイレブンのマークがあるんですが、これはね、撮影したの夏頃だったんで、この時はセブンイレブン営業しておりましたが、現在鯖江駅のコンビニはなくなってしまいました。駅前はご覧のようにこんな感じで、ここにですね、メガネのフレームが飾ってあります、というか置いてあるというか、モニュメントみたいな形になっておるんですけども、それだけこの市はメガネをアピールしているというね、メガネの街鯖江と歌っているぐらいですから、やっぱりメガネには非常にね、力を入れているみたいです。私も普段はコンタクトレンズを使用しておりますが、これだけメガネをアピールされるとちょっとメガネが欲しくなってしまいます。天候が違うやないかいと、まあちょっと一人で突っ込んでいる痛いやつなんですけども、こちらは1月に撮影した動画で、ご覧のようにセブンイレブンの文字がありません。この時にはもうコンビニは閉店となっておりました。なのでもうすぐね、 JR の駅から第三セクターの駅に変わるというのがひしひしと感じられます。自由通路がありまして、こちらメガネストリートと呼ぶみたいなので、反対側に改札はないんですけど、ちょっと向こう側もね、見に行ってみたいと思います。もう至る所にメガネのアピールっていうのがすごいです、こちらの鯖江市。反対側にやってきまして、こちらに改札はありませんので、ここから電車に乗る場合は先ほどの自由通路を通って向こう側の改札に行く必要があります。こっちは大阪方面のサンダーバードとかが通る線路となってます。こっち側にはかなり広い駐車場がありまして、結構車が止まっております。この動画を撮影したのはちょうど夕方ぐらいで、小学校の子供たちがちょうど下校する時の時間帯で、非常に賑やかだったのを覚えております。まあ、元気のいい子供たちっていうのはやっぱり清々しいですね。自分もあの若さを取り戻したいとたまに思います。先ほどは夕方だったのにまた昼に戻っております。こちらは夏頃に撮影した動画です。ちょっとね、時系列がむちゃくちゃで申し訳ないんですけど、ちょっと移り変わりなんかも見ていただきたいので、ご了承いただけると幸いです。
両編成で到着いたします。自由席5号車と6号車です。現在この鯖江駅には優等列車、特急サンダーバードと白鷺がやってきますが、新幹線駅はこの駅にはできませんので、3月になってしまうとこの駅にやってくるのは快速列車と普通列車のみとなってしまいます。またこの鯖江市に新幹線駅は作られませんので、隣の越前市越前竹富駅がこの鯖江市の最寄りの新幹線駅となる予定です。跨線橋の上から見た鯖江駅、この真ん中が対比線となっている構造、国鉄の本線では非常によく見る構造で、このタイプめちゃくちゃ多いやんって正直思います。こちらには現在やってくる特急列車の号車案内表がありますが、これを見れるのも本当にもう残りわずかとなってしまいました。こちらは北陸地方の主要駅でよく見られます特急列車の号車案内表がこの上に吊るされております。このランプが光っている感じと言いましょうか、これがもう間もなくなくなってしまいます。先ほどの普通列車は2両編成なのに、この特急サンダーバード号は12両編成、6倍差、この差もですね、北陸地方の特徴かと思います。再びこちら一番乗り場、金沢方面のホームに戻ってまいりました。先ほど普通列車のあわら温泉行きが出ていましたが、これはね結構レアな行き先。
こちらは再び冬に撮影した動画です。この鯖江駅は自動改札は導入されていません。そしてだんだんとね、 JR からハピライン福井に移り変わっていくような形で、この中もちょっとね閑散としていると言いましょうか。特にこのコンビニあったセブンイレブンが閉店となってしまいました。JR からハピライン福井に変わった際にね、また再び何かねこう売店みたいなのができればなぁとは個人的に思うんですけど、ちょっとそのあたりはどうなるか分かりませんが、今後に期待です。特急列車が来るのももう残りわずかでございます。再び鯖江駅入場しまして、メガネの町の待合室がありますんで、こちらも見に行ってみましょうか。それではそろそろですね、次の駅に向かいたいと思います。やっぱりこの特急サンダーバードっていうのはこの北陸地方を駆け抜けるのがやっぱりサンダーバードの醍醐味だと思うので、どうしてもね敦賀止まりとなってしまうと新幹線のリレー特急っていうね風潮がちょっと強くなるような気がするのは私だけでしょうか。そしてご覧のように通過とありますが、この鯖江駅は一部の特急サンダーバードですね、速達型のタイプはこの駅を通過する便もあります。白鷺号は、全ての列車がこの鯖江駅に停車します。そしてこの待合室ももうメガネだらけでございます。このねメガネのところだけはっきり見えるんですよ。あとはちょっとこのくすんでいるっていうかね、うまく作りましたねっていう感じでしょうか。それでは次の駅に参ります。普通列車の竹冬行きに乗車していきます。本日の動画はここまでとなります。最後までご覧いただきありがとうございました。引き続き北陸本線特集やってまいりますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。